りそうということ、ちょっとタップリング、ありがとうございます。ごめんなさい、こちらあの浅草へ止めました。お、来たね。浅草にはですね、いろんな食べ物がそうだね、まあ、あるということで、美味しい食べ物がね、毎回言ってる、毎回言ってる、どこでも言ってる、どこでも言ってない。それはある、浅草といえばあるでしょ、そういう食べ物が。それで今回ですね、ちょっとここであるゲームを やっていきたいと思うんですよ。はい、そうなの、外したら外から寝かかったゲーム、いいか、浅草やってまいりました。はい、はい、浅草編ということで、まあ浅草編イコールね、これから何々編があるんじゃないかと、しゃべると、もうしゃべる前提でね、やっていくということですね。今回のゆうなんですけど、まあ今回はエビくんがゲームマスターです。おで怖い、おでがボス。今からちょっと浅草をこう歩いていくんですけど、エビくんも気まぐれ、エビくんがこれにしようといったものを買ってきます。それも値段を僕らは当てます。まあ例えばまんじゅうが1個でした、1個買ってきました、予想で100円だとしましょう、まあ、80円、70円で出して、一番値段が遠かった人がそのものを食べます。あ、なるほどね。で、どんどん外した人が食べてって、残り最後1人になるまでやるという、単純かつもうね、もうやりやすいゲームということでということで、やりたいと思います。それでは、やります。あー、じゃあどれにしよっかな。一緒ねー、平日なのに人が多い。どれにしよっかな。あの、しょっぱいもん食いたいな。こういうね、お土産屋さんまではね、うん、そう、お土産屋さんばっかだね、始めよう。お、ちょっと見ない、お、お、お前さん、あちらを、きび団子あってます。じゃあ買ってくるんで、僕どっか行く、買ってくるんで待ってください。はい、ということで、はい、買ってまいりました。はい、まあ、まず1品目はね、まあ、軽い足かせですか。足かせ、じゃあ、きび団子。お、何個買った？こちら5本です。5本、5本めっちゃ買ったよ。5本です。1本見せてもらって。1本ちなみにこんぐらい。うわー、しろ、うわー。まあ、ヒント言うと1人前こんぐらいだよ。あ、って感じ。1本いくらとかじゃないの？むずいな。じゃあ、みんなで一斉どうだ、行きましょう。どっちも大丈夫、大丈夫。せーの、400円。え、300円だと。いや、そんな安くない。今の60円ぐらいで。いや、80円だよ。逆に5本で400円はちょっと高い。手出しにくいっていうか、微妙な、うん、なら300円がいい。値段の方330円。うえぇ、おぉ、ちょ、俺かタグです。そっかそっか、タグです。マジか。だよね、だよね。え、5本で1人前5本かだみたいな。あ、1人、あ、そういうタイプ。じゃ、それではね、食べていきたいと思います。あ、ちょっとエビがありがとう。これきなこ大好きなんで。お、そう。はい、きなこがなったということで、これ一口なのかな。いただきます。ほんま、ね、浅草はやっぱきなこがつついてるからね。これにわかみたいな。にわかだね。すごい薄いぞ、これが。まあ、甘すぎなくね、いい感じの甘さで団子さん今日のですね。だそうです。あー、いいな。まあ、非常に美味しい。もちだけど、ちょっと全然これからね、どんどん持ち続けてるので。はい、2品目いきましょう。でもうね、見つけちゃいました。こちら大福餅。浅草餅しかない。これか。はい、ということで、はい、今回奮発しちゃいました。ちゃんとダメです。あ、でもこの海苔のめっちゃ食いて。ちなみにそば焼きね、僕食いたかった。そういうね、ちょっと僕食いたかった。じゃあ3本ってこと。そう、実質は3本。実質は3本けど、あの、金額当ててもらうのは4本。あ、なるほど。あ、金額当てるの4本だ。1本はエビくん食ってくれる。そうです。あ、まあ、まあ、この大福はさっきのね。でも、だから分かるね。俺ね、ついこの間鎌倉行ったんだよ。で、俺食べたんだ、同じようなやつ。だから俺値段は頭ちょっと変わってるよ。多分味によって違えんだよ。えぐい、ちょっと腕がえぐい。では、皆さん一緒に、せーの、450円。そんな高くないでしょ。いや、1本、いや、そんな高くない。1本150円。俺的に130円。いや、俺は100。いやー、そっか。値段の方、言わさせていただきます。いや、そんな高くない。640円。ちなみに、磯辺が200に。あ、そんなすんの。値段変わるんだ。すごいな。これが110で、ごまが130。磯辺たけんだ。そう、磯辺たけん。磯辺の磯辺焼き。磯辺焼きね。やばい。でも磯辺焼きはね、好きよ。家でもよく食べる。いただきましょう。いただきます。うまっ。醤油の風味。苦戦しすぎだろ。みたらしはね、みたらし好き。ほんま食べたことないんだ。
ごい好きだよ。甘じょっぱい。食べました。はい。お疲れ様でした。じゃあ三品目下げますか。あ、しょっぱいもんいいですか。しょっぱいもん。オッケー。もちもちいっちゃいますか。芋ようかん。あ、これでも俺好き。こちら。俺好きだよ。もう行くんだ。お待たせしました。おはようございます。いつも見てます。ありがとうございます。はい。マスカのリスナーでした。店員さんがさ、領収書の名前どうしますか。アクシデントです。超わかるよ。はい。アクシデントで一言わかりました。一言で。すごい。で渡すときにいつも見てます。あっさあ。めっちゃおしゃれじゃない？領収書渡すときにいつも見てますっていう。かっこいい、ね。かっこいい。おしゃれだよね。はい、ということで、はい、やってまいりました、はい、芋ようかんね、芋ようかんということで、うん、俺はさ、ちょっと予想して箱だろうかと思ったんですよ。でもさすがにきついなと思った、まあ、そうね。おお、なんだ、詰め合わせ2種類。ありがとうが、俺さ、2つちゃんとお土産用の来るかと思った。こうやって食うやつタイプか2つ、あ、2つ、2つ、まあ、ちゃんとある、まあまあ、ある、ある、ある計4本ということで、うん、まあ何円かって話です。わかんねえ。これ何、ようかんの相場がわかんねえ。わかんない、ようかんも、いくらだっけな。いや、高いかな。スーパーとかと違うよね、多分。いや、でそうだ、絶対なんか本場だもんね。そう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 。じゃあいきますか。はい、4本ね。せーの、900円。600円。いや、そんな安くない。そんな、お前、いやいや、お前これ1個150円はねえだろ、どう考えてもお前。ちなみにそれ2個セットでしょ。2個セット2本でしょ。でしょ、セットだってのはそもそもお得じゃなきゃ、あれなの。あれ、セットが意味がない。300円ってこと。そういうこと。逆に900円も高いこれは高いと思う。いや、相場じゃない。行きましょう。777円。よし、ハヤテです。俺はクワ。おそねー。ハヤテ羊羹食べるイメージないないね。てか和菓子全般食べるあれないもん、ね、食べれませんからね。これを機に、これを。そうそうなんで、羊羹って俺あんま食わないで避けてきたから、もうあるっちゃあるんだよ、まあ、食ったことはもちろんあるんだけど。いや、うまそう。ないんで手でいかせていただきます。ない。本当申し訳ないんだけど、鼻詰まってて食感しか分かんねえのよ。食感だけで言うと栗だよ。まあ原材料栗だから、まあ、そうだ。あ、芋じゃないの。これは芋でしょ。芋だ。これ栗だから。やべ、にわか出た。にわか出た。危な。にわか出た。危な。これよりもこっちの量が多すぎて、この量が半端になっちゃう。そうです。はい。はい。終わりました。やっと。長い。長かった。またね、また。こちら、もう一体何があるんでしょうかね。甘いもんもやだよ。ちょっと特殊なもん行きたいですね、なんか。今回俺がね、目的にしてたメロンパン。はい。こちら多分ね、浅草でかなり有名なんじゃないかと。いや、結構有名ですよ、これが。めちゃくちゃうまい。行きましょう。はい、チーズ。よいしょ。はい、ということで、2つ買ってきました。片方僕です。俺ならこの値段で買いたいなぐらいで買ってあれか。まあ、値段は。それでは値段の方。せーの。1320円。それは安すぎ。お前、いや。お前360円。ノーマルで確か。いや。300円だから400円。絶対ね。アイスついてんだよお前。しかも普通のアイスじゃない。クッキーだよ。そんなに差はあっちゃいけないと思う。絶対。ボケ損ったよこれ。せめて450円。もっと高い。絶対高い。それでも900円。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。お値段の方。1200円。よっしゃ、ピンポッシュ。アイデくんですね。水でパンパンだからな。じゃあいただきます。美味しそうだな。俺はメロンパンだな。メロンパンだな。おっ、冷て。冷たいよ。あったかい。冷たい。よっ、あったかいって言うだよ。そう、ちょっと俺買ってくるわ。ちょっと違うんだよ、違うんだよ。手食いでパンで。ええな。待って、俺と正気なら5分で待ってる。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。お腹の方はどうですか。だいぶ来てます。だいぶ来てます。俺もない。もうコネクションからしても何も食べてない。ない。あ、俺浅草来たっけ。じゃあ次行こうか。行きましょう。じゃあまあ浅草のあのね、通りから若干離れた、めっちゃ食いて裏路地みたいな。あ、すごい裏路地感。裏路地というかロケ感。ロケ感で。うん。じゃあ続いて行くのこちらですね。唐揚げ遠山さんします。こちらの。はい、ということで、買ってきました。はい、まあ、割と買いました。唐揚げ何ですか。メンチカツ。続いて、唐揚げ5個です。あ、うまそう。このタイプ、あんま食べたことない。最後がささみが。超うまそう。ささみのやつが2個。魚かと思った。
それをその価格で出しちゃうのかよぐらいなの俺は期待してるんだよ。まあここはちょっと難しいかもしれないね。相場がむずい、うん、OKOK、はい、で値段の方いきましょうか。はい、はい、せーの1100円。1000円。ああまあ似てるね、まあ、似てるね。大体ちょっとの差。1000円はちょっと安すぎる。逆にはこれもタクはもう安パイのやつないから。俺がねえのか。そうだそう間だから。そうだ、ね、まあ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 。俺は唐揚げ500円。あ、そう俺もそうで、多分カツメンチが200円ぐらい。200円。そうそうそう、200円で、あれがささみが500円。ささみで変わった。ささみでそう、むずいのやっぱり。じゃあいきますか。はい、お値段の方1460円。はい、でくんですね。あーいやーね、いやーね。あ、1400円か。まんまと引っかかってるじゃん、これさっきから。ちなみに食えますか。頑張って、まあ、挑戦権は欲しい。あるからね。それでこれ、メンチカツか。そう、さっぷり。そう、さっぷりになっちゃったけど。うまそうな、なんかこれ、あれしょ、カッヒっていう、効果音が合うやつ。あ、ASR ASMR ASMR。 いただきます。音聞いていい。うん、うまっ。米が欲しくなるね、お腹いっぱいだけど。うわ、やばいね、お腹いっぱいだわ。うん、はい、いいね。メンチカツだよ。唐揚げをいただこうかな。うわー、これ水でいきます。あ、やばかい。パーティーデッドみたいな。うんうん、お色かディズニー感で。でも KFC も美味しい。あ、近い近い。最悪な例えだな、俺。このタイプの唐揚げマジで初めてもん。あ、初めて食う感じ。唐揚げはね、ないよね。骨付き肉みたいな。あー、うまい。リバップ。うわー、油が、油がもうブラブラ、もうブラ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 ということは、残りを引き継ぐわけですね。はい、残ったのどちら。勝った方です。勝った方食べる。勝った方食べましょう。行きましょう。テッショグ、ジョッキ、来い。いただきます。あ、なるほどな。初めての感覚で、唐揚げって言われると唐揚げで初めての唐揚げなんだみたいな。あの、じゃんけんで勝った回あったなって感じ。あ、ある意味それを知れたことが。じゃあ、こちらいただきたいと思います。やばっ。おー、唐揚げよりうまい。唐揚げよりうまい。パサパサしてるイメージあるじゃん。あー、そうだ。やばだけ。いや、マジでびっくりした。映ってます。やばやば、出ちゃうかと思ったもん今。そんな、本当にこれよりあの人の方が怖いから。不審者だろ。ただ不審者。これなん、別に怖ないわ。お、終わった。ナイス。早い。ハマる。俺買った。いやー、そこのお店には感謝ですね。いや、アダプター来たらこれ買う価値ある。どうぞ。なんでカレー？え、これ居酒屋さん？餃子言わなかった。餃子言わなかった。餃子の、せーの、1000円。いや、そんな高くないよ。1030。おえー、おー、よし。そっちタイプな。ということで、いただきます。ザ・カレー。インドカレー。ちょっと待って、食べたいじゃん、そういう顔すんの。うまそう。お、最後いっちゃう。いいね。うん、うまかった。ごちそうさまでした。よし。続いてですね、僕のね、特別な場があるんですよ。お店があちらですね。おい、マジかよ。行きつけや。買ってきたのは卵、キムチ牛丼。お前の好きなやつじゃん。シュウ、ナミダイなんて値段分かんじゃないから。シュウは全然頼まないから分かんないんじゃないかっていうことで。せーの、570円。6。待ってー。おお、すごい箱。あ、マジマジ好きなの。キムチはやばい。黙々と食べる。レディー、ジャパネーズキムチ。お疲れした。ここでがオチだったのに。はい、ということで続いてのお店、まあ、さっきチラッと出てるね、見つけたね、こちらの今回箱入り買ってまいりました。うまそうだけど、ちょっとこれ食えねえな、俺。せーの、750円。700円。マジで？あーあー、うまい。あー、そうだ。はい、ということで、こちらお芋屋さん、そのままお芋屋。はい、
ということで買ってまいりました。はいはいはい。疲れたよ。疲れた。食べ歩いた。割と長いもん。でも結構いるよ。だって俺ら浅草に着いたら11時で今3時だからね。ちゃんとまあ4時間。で買ってきたの。スイートポテト。待ってこれどっかで見たことあんだ。一番一角じゃない去年の。食ったことなくて。まあスイートポテトが4つということです。1個の値段が重要って話ですよ。あ、これは個数それもセットじゃなくて1個だ。まあそうっすね。攻めるわ。せーの、800円。いや俺も1000円だと思ったんだよ。今までの系統的にちょっと高いかなと思って。なんか俺800円で1個200円。あー250円じゃないんじゃない。200円も200円でこれにいいってやつだと思うよ。いや、妥当だと思う。スイートポテトじゃあいきます、お値段の方。1000円。やったー。ちょっと待って、あ、うわー、食べますよ。スイートポテトあんま食べないんだ。でも俺好き。じゃあいただきます。うまそう。おお、甘い人が苦手な人でも食べると思う。またいい感じの甘さに、これ和菓子っていう特有の風味があってすごい美味しいです。じゃあスイートポテトね、残り3個あるんですけども、からのこれ、こちらはからのね、ちょ、おうちゆっくり食べます。ギブアップです。からの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 まだ落ちない。からのまだ落ちない。からの食っちゃう。からのなんだかんだのからのかもよ。からのかもよ。からの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 しまいの。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？楽しかった。すごい美味しかったです。なかなか知らないところも。それな、浅草俺今まで行ったことはメロンパンとか行ったんだけど、ああいう裏とかあんま行ったことなかった。ちゃんと裏に好きなとこあるのかもよく知れて。俺に関してはツーなところを味わえた。君は浅草の本番を味わえた。そうだそうだそうだ。君はちょっとよくわかんない。なんでだよ。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。浅草の方にね、もしよければ足を運んでみてはいかがでしょうか。浴衣とかね、着て歩いたら雰囲気もね、楽しめると思うので。ありがとうございました。ありがとうございました。